でその次に今のこのキックスタートの代表である浅川氏との出会いでした。これも今でいう2年前の冬なんですけど、まあ、ちょっと吹雪の中で初めてお会いしまして、その浅川氏は移住者との会ってみたいっていうことでして、でそれでちょっと電話が来まして、あでも電話を話してたらなんか面白い人だなと思いまして、でじゃあ一回実際に会った方がいいなと思いまして、でそれで実際に会ってなんか波長が合いまして、なんかお互い暑いところが苦手で人混みが嫌っていう、そういう共通点がありました。もうすぐに意気投合しました。まあそれでそこからちょっと始めたのが「ウィーラル稚内」っていう YouTube のチャンネルです。これの自分は動画の作成っていう仕事をいただきました。で今現在でも喜んで一緒に作ってまして、まあ、記念すべき50作目が出来上がったところでした。で、まあ、このようにちょっと今でも動画もまだ作り続けてます。そして次、今度ビル管理の会社との提携にもなりました。まあ、これも、まあ、ちょっと人脈からちょっとつながりがありまして、まあ、その今のこの稚内の営業、まあ、北陽ビル管理っていう会社なんですけど、稚内の営業所の所長さんが1人しかいなくて、で本当はもう一人いてたんですけど、その一人が、まあ、辞めるっていうことで、で代わりにその人をサポートしてほしいっていう人が必要だったので、あじゃあ自分やりましょうかっていうことになりました。まあ、従業員とか、まあ、正社員とかじゃないんですけど、いわゆる必要な時に助けに行くっていう、そういう立場です。まあ、自分はちょっとパソコンがやっぱり得意なんで、パソコン系でサポートできたりとか、まあ、車の運転も好きなんで、どうかちょっと遠いところ行くときには喜んで運転しますみたいな感じで仕事をしてます。ここの会社とも、まあ、こういうような空気の環境測定の業務をやってまして、まあ、これの、まあ、自分はちょっと補助員として手伝ってます。まあ、そしてこれはちょっとボイラーなんですけど、免許を取ってもらえると嬉しいってことになりまして、ちょっと頑張ってボイラーの勉強をして、で今現在はボイラー技師としても働いたりしてます。まあ、そしてこれはゴキブリとか昆虫とかのトラップで調査するためのトラップです。これの設置とか、あとネズミのトラップの設置とか仕事もやったりしてます。でこういうことをやった後に、次このキックスタートが完成した時の管理人っていう仕事も請け負うことになりました。このようにちょっと看板をつけさせてもらったんですけど、これも先ほど出てきました浅川氏との提携でして、なんか面白いことをやりたいということで、じゃあ移住に関する施設を作ろうということになりまして、で自分がそれでちょっと管理人をやらせていただくことになりました。まあ、中身はちょっとこんな感じなんですけど、まあ、この施設の、まあ、掃除とか、まあ、メンテナンスとか、まあ、そういうのをメインで行ってます。で今このような感じでちょっとセミナーみたいなの開いたりして、まあ、こういう企業論とか浅川氏の移住論とか の会場とかにもしてます。まあ、これはちょっとネタで作ったんですけど、在稚内関西大使館っていう名前を看板をつけまして、まあ、これなんでかと言いますと、まあ、ここに来る人は関西人の率がなんでか高いんですね。だからまあここはある意味関西の大使館かなっていうふうに、あ関西大使館だなって思って作りました。でその次なんですけど、もうこれはつい最近ですけど、キック運輸っていう軽運送を始めました。まあ、これはちょっとチラシなんですけど、まあ、このような感じでちょっと車を改造しまして、例えば一人身のお引越しされる人とかの荷物だったらほとんど入れますっていうふうに改造しました。まあ、このトラックの改造に携わっていただいたのは SD 企画サービスさんでして、もうちょっと何でもいろんな仕事を丁寧にやってくれているんで、まあ、本当に助かってます。まあ、このような感じです。まあ、ちょっとキャンピングカーにも見えたりするんですけど、実際キャンプも可能な風に車を改造しました。で今4月なんですけど、今月初めにちょっと大きな引っ越し作業の仕事をいただきまして、
で荷物を全部こうやって積みましたけど、もう積載量がすごい入るんですね。で今こうしてちょっと運送業の方も楽しんだりしております。これがまあ今現時点に至るまでのちょっとまあ駆け足でしたけど、そういう感じです。では次なんですけど、稚内とか地方で起業するときに大事なことをお伝えしたいと思います。まず一つなんですけど、人脈は人とのつながりを大切にすること、これがやっぱり一番大事かなと思います。やっぱり人脈と人とのつながりが大事にできなかったら、まあ、その人は信用されない、まあ、この人に仕事を任せたら不安だって思わせてしまいますので、もう絶対にその関わった人にはつながりは大事にしないといけないということです。風林火山って多分ご存知かもしれないんですけど、その風林火山の風と山の部分です、まあ、つまりどういうことかと言いますと、早き子と風のごとく、攻めるときは風のように早く行動しましょうってあるので、風のように早くいろんな人に事業を知ってもらって信用されるように行動することが大事です。開業したてのときってほとんどの人はもちろん開業したこと知らないんで、早く知らせて信用されないと不利になってしまうので、これはちょっと早くやるべきです。でもう一つ、動かざること山のごとし、まあ、どんな攻撃を受けてももう一歩も動かずに守り抜こうということなんです。つまり何かを始めようとすると、まあ、必ずと言っていいです、批判とかその経験者でもないのにいらんことを言ってきたりとか、なんかバカにしてくる人がいるんですね。でもそういう人のことを真に受けずに、それに動じずにいることも大切です。まあ、そういう言葉に負けてしまうともう起業すらできなくなりますので、まあ、ここだけそうですね、動じずにいていただけると物事はうまくいくと思います。そしてなんですけど、この職種の複数化です。特に今この2020年の今4月の、まあ、20日過ぎなんですけど、今世間はちょっとコロナ のウイルスのあれでちょっと大変なことになってまして、仕事が減ったりとか、もうそういう風な時代になってますけど、でもここで職種の複数化をすれば、一つどれかなくなったとしても他のでカバーできるということなんです。まあ、今現時点自分の場合なんですけど、まあ、コロナの影響をそこまで受けずに、なんとか今までよりも逆にちょっと仕事ができてるような感じです。まあ、やっぱり複数化してたからそんなに影響を受けなかったんかなって思ってます。でもやっぱりこのコロナがたとえなくてもいつどうなるかわからない時代なんで、まあ、一個だけに執着するとそれが潰れるともう生活できなくなってしまうっていう可能性も高いです。だからこれは複数化することをお勧めします。まあ、あと稚内に関することなんですけど、寒さに強くなることです。これがちょっと寒さが弱いってなるとだいぶ不利になりますので、まあ仮に、まあ、沖縄に住んで起業したいという人は暑さに強くなることでしょうか。まあ、そういうところも大事だと思います。まあ、そして、まあ、これちょっと可愛いクマちゃんなんですけど、あんまりがつきすぎないようにすることです。まあ、最初は起業したての時はいろんな人に知ってもらいたいという気持ちはありますけど、それが必死でこいて、いやうちこれやってるんでぜひぜひお願いしますお願いしますって、なんか無理やりそのお客さんを取ろうとすると、これはちょっと失敗してしまいますので、あんまりがっつきすぎないことが大事です。まあ、やっぱり必死になるとそういう風になってしまうので、まあさりげなくアピールして、でがっつかないのが一番いいかなと、まあ、この4年間を通して学びました。次なんですけど、まあ、最初から大きな仕事はもらえるっては限りません。しかも多分大きな仕事をもらおうとしてもできないと思います。なので一番最初はやっぱり小さな仕事でも進んで喜んで行うことが大切です。やっぱりこれができなかったら
大きな仕事もできないです。で次がやっぱり信用第一です。まあ、これもちょっと何回も、まあ、しつこいぐらいに言うんですけど、これがなかったらもう個人事業なんてできないです。信用がなかったらそういう悪評はすぐに知れ渡りますので、もうこの業者に頼むのをやめようってなってしまいます。やっぱり信用こそ失ったら一番いけないものだと思ってます。そして人と自分の時間を大切にすることです。これはやっぱり自分の時間を大切にできない人は人の時間も何も考えずに変なタイミングで電話してきて、もう自分の要件だけバーって話したりする。でそれで人の時間を奪ったりで、かなり例えば夜中とかに電話かけてきて今から何かやってくれとかっていう人がいるんですけど、まあ、そういう人はもうちょっともう関わりたくないん で、 時間をそうですね、そういうのも大切に全然できてないので、まあ、仕事も絶対できないんで、そういうことをやると。なのでやっぱり時間をちゃんと守って相手のこともちゃんと考えれるようにならないといけないです。